ハヤービントアルフセインは、ドバイ首長及びアラブ首長国連邦副首相、ムハンマドビン・ラーシド、アール・マクトゥームの第二夫人。第三代ヨルダン国王フセイン一世の三女。称号はヨルダン王女。2019年6月、ハヤーが子供たちを連れてドバイから逃れ、イギリスで亡命を求めていたと報じられた。1976年に撮影されたヨルダン国王、一家。 両親とはや、弟のアリ1974年、フセイン・ビン・タラールと王妃・アリアの間に生まれる。バドミントンスクール、ブライアン・ストン・スクールを経て、オックスフォード大学、セント・ヒルダズ・カレッジに学び、哲学、政治経済学士卒業。2004年4月10日に、ドバイ首長、ムハンマド・ビン・ラーシド、アール・マクトゥームと結婚、第二夫人となり、 2007年10月10日に長女、アル・ジャリーラを出産した。アル・ジャリーラの誕生日はアラブ首長国連邦の祝日となっている。2012年、長男ザーイドを出産。特に馬術、競馬といった分野の業績において知られ、2000年のシドニーオリンピックにおいては、ヨルダン代表として、障害飛び越し競技に出場、代表選手団の騎士も務めた。 他数々の馬術競技会に出場しており、2006年からは国際馬術連盟理事長に選任されている。また、国際オリンピック委員会においてアスリート委員も務める。馬主として競争馬の所有も行っており、2008年6月には所有馬ニューアプローチがイギリスのダービーステークス、同年10月にはレイブンズパスが北米の最高賞金競争ブリーダーズカップ。 クラシックを制覇している。オットムハンマドは有数の大場所として知られており、ゴドルフィン、ダーレーグループといった世界各地に拠点を置く大規模な競争場管理、生産組織を主催している。2009年にはムハンマドと第一夫人の子ハムダーン大使と共に日本中央競馬会において場所登録を認可された最初の外国人となった。バシュランは hrh プリンセスハヤなどと表記される。日本における主な所有場、編集ヨルダンにおいて、飢餓撲滅を目的とする最初の NGO テをケウンアリを設立、また、ドバイ国内においては平和、人道支援活動を支援する、ドバイインターナショナルヒューマニタリアンシティの理事長を、務める。2005年から2007年にかけては、アラブ人女性初の国連大使として、 世界食糧計画に携わり、2007年には国連ピースメッセンジャーにも任命されている。また、コフィー・アナンが代表創立者となったグローバル人道フォーラムの設立メンバーの一名でもあり、他にも様々な平和人道活動支援を行っている。ありがとうございます。